はい、どうも私でございます。本日もほっとけないやっていきたいと思います。ガツンとやっちゃっていいんだよ、ガツンとさ。はい、今回はですね、今イギリスでやってるコップですね、26があるんですけれども、それで今日の新聞であって化石賞というのがあって、化石賞というのを日本が選ばれました、拍手っていう話。何も知らなかったら、お化石賞選ばれたのすげえなとか、お日本お化石、うん、何と思うんですけど、実はこれめちゃくちゃ不名誉な賞で、ちょっと僕も全然知らなかったんですけれども、この化石賞っていうのが、地球温暖化対策を話し合う国際会議で国際対義対策で、後ろ向きと評価された国に贈られる不名誉な賞ということで、その化石賞の化石は化石燃料ということで、日本は石炭火力とか発電所の建設を進めているということで、昨年の25でも、COP っていうのは COP の25で、日本はその石炭火力発電の合意が優先目標であるけれども、日本はやっぱこの石炭火力を使わないといけないって、今でもやっぱ日本のエネルギーの中で使っているのは石炭と石油っていうのが多いんで、そこを依存しててやってるから、今回もCOP26 が今11月2日からですかね、なってて、日本は2位ですね、2位に選ばれて、1位がノルウェーで、オーストラリアが3位ということで、この時に岸田首相ですよね、岸田首相が、演説をして、お金で投資しますよということは、なんか称賛されたっていう話があるんですけれども、じゃあその再生可能エネルギーはどうかと、先ほど、今日の午前中でそれこそモーニングショーで再生可能エネルギーの話をしてて、で日本は何つって、その地熱発電 の潜在能力は世界3位なのに、なんでそんなしないのだったりとか、太陽光パネルだったりとか、日本の地形問題のところで、風力とか水力とかですね、なんかそういうのってなかなかできなかったりとかで、太陽光パネルにしてもどんどん作っても、20年か30年後には廃棄しないといけないから、そういう問題だったりとか、あとは日本の場合はその原発ですよね、原発問題があって、原発も再生可能エネルギーの中に入ってるけど、結局あれウランを燃やしてるから、ウランを外国から輸入しないといけないから、じゃあ自国内での再生できてるエネルギーといったらちょっと違ったりとかって、そうやってエネルギー問題っていうのはとても本当に解決しないといけないっていう話になってて、この化石問題、化石賞ですよねっていうふうに不明ようなところにね、日本の選ばれたっていうふうのがあって、で岸田総裁はもともと外務大臣としてやってたけど、外務大臣の時はやっぱ安倍首相が外国してて、岸田ビジョンで中田敦彦さんがちょっと言ってましたけど、外務大臣だけど外交をしてるよりは地元広島で行って活動してるっていうのが書籍の中で書いてたっていう風にやってて、外務大臣で言ったらどっちかというと河野さんの方が顔が売れてるのかなとか、そんな風に思ったりはしてたんですけれども、ですけどやっぱその日本で今回再生エネルギー問題っていうのが、その選挙の争点にあんまならなかったと思ってんすよ。なんかこの、それは10番配りますよ、最長と分配ですよっていうところと、あとはそのね、与党と野党のこう悪口の言いの知り合いみたいな感じでしてて、でそれで、ね、それで11月31日にで選挙があって、その後ねコップがあるっていうのは、コップですね、コップ26っていうのがあるっていうのが分かってて、でその時にもう再生可能エネルギーでどういうことを言うかっていうのを、2050年に 50% 削減にするんですかね、 46% ですかねにするっていう話をとか、30年かな、ね、あとどんどん下げていくっていう目標数値があるけど、じゃあそれをどうやって実体的にやっていくかって言ったら、日本としてもそれ完全にこう遅れているところがあったりして、ですだけどだってですね、石炭化石燃料どんどんやめていこうというけど、日本は化石燃料を使いますって言って、で化石賞条例の日本さすがだなみたいな、だからこれなんか中国とかが取ってるイメージだったんですけれども、なんか中国はもう天然、お金があるっていうのもあって、天然ガスですよね、液化天然ガスを輸入してそっちの方にエネルギーを振り返るっていうのがちょっとあったりとかしたとか、いろんな思惑はあると思うんですよ、正直な話。ですけどやっぱ日本はそうやってどんどん後退してるし、これでグレタさんですよね、グレタさん、環境活動家のグレタさんが活動して、いろんな形で日本、世界でからそういうのを一切排除しようって言ってて、それに対して日本人の人たちが結構なんかこう叩いたりとか、あなたが言ってること響かないとかって言ってるけど、でも向こうからしたら、いやいや日本って化石賞常連国だからみたいな何を言うとんねんっていう風な話になってて、でなんかその今回
日本人の人ですかね、そのあのグレタさんの環境活動問題にして高校生と大学生の人は5人確か現地の方に行ってて、まあ、そっちの方で岸田首相に、手紙を渡して日本の環境問題考えてくださいということの活動もしてるっていうところになってるんですけれども、やっぱなんかどうしてもあのこの環境問題に関しては 全世界で、今日の朝のモーニングショーでもありましたけど、全世界ではその脱炭素とかに CO2 を抑えていきます、再生可能エネルギーの方に投資していきましょうってなるんですけど、じゃあ自国の中でそういうふうにしようと思ったら、そう産油国とかガスが、ね、天然その液化天然ガスですかが出せるところになったら、なんかそういうのをちょっと産出量を絞ってあの価格を上げてるんだから、石油も上がってるし、その天然ガスの価格もどんどん上がったり高いところで水準して、本当はそれをどんどん量産してそれを各国に配ればいいんですけど、そうすると価格が下がるから、だから自国を潤わせるためにそれをキープしてるみたいな風になってて、なんかこうみんなこういう会議の時では脱炭素だったりとか、まあそういうまあ自国のその何ですかね、通貨だったりとか円高円安とか通貨問題とか株価に影響するかうかつなことは言えないっていうのが実際はあるとは思うんですけど、それは国帰ったらじゃあそれやるかって言ったら、自国のそのまあ投資目的だったりとかその経済を活性化させる目的でその再生可能エネルギーを使ってるっていうのはなんか結構の項目を使ってて、意外とやっぱ結局国の足並みが揃ってないなっていうふうに思ってて、だから本当になんかグレタさんとかがまだ若いんですよね、政治家とかになってなんかそれでどんどんなんか外務省になってて動いていくっていうのを何年後か多分されるんじゃないかなと個人的には思ったりしますね。やっぱ環境活動家で今いろいろして、それがまあ国にいろんな子たちでして だからものすごい先見の目がやっぱあるんだろうなっていうふうに思ってるし、まあ、実際それで環境が悪くなってね、地球の温度が上がったりとか、もう環境なんかもう変異問題たくさんあるじゃないですか、熱中症問題とか、あとその季節病気象病だったりとか台風だったりとか地震だったりとか、もうなんか日本を含めて全世界でおかしなことだらけになってるっていうのは把握できてるけど、じゃあそれをどういうふうに対策していこうかっていうのは、日本は、ずっと二の足を踏んでたというか、なんかエネルギーは外国から輸入しときゃいいよねみたいなっていうところでやってたんで、まあやっぱなんかこのできたらここねコップがあるから、なんかそこに対する政策の話っていうのがなんかもっと出てたら面白い。なんかこう再生可能エネルギーの話ってめちゃめちゃ面白いんですよ。いろいろ調べていったりとか、どういう風にして回ってるかとかいう風になってて、やっぱなんかこうやって日本ってどんどんなんか富裕層とこの格差とかいろいろありますけど、でもなんかそれでも見ててやっぱなんかこう日本って本当危機感を持たないといけないなっていう風に思うし、じゃあそれでどういう風な対策を打つかってなったら、やっぱ厚生労働省だったりとか、まあ、国の機関がどういう風に動くとかしないといけないし、日本の場合はね脱原発をどうするかとか、なんかそういう問題とか本当問題が山積みですよね。自国でエネルギーを開発することができないんで、なんかそういうのがあったりしてるんで、まあ、この化石賞の不名誉な賞を日本はもらってるっていうことをちょっと自覚して、行動していかないといけないなっていうふうに思いましたね。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。